ういっす。ということで、あのシガーバーに来てますリコですけども、シガーバーことリュグ、原宿のリュグにね、社会ゾンビでお二人を迎えてるんですけど、持ってきたの、これお二人にプレゼント、バレンタインデーだから、いつもの感謝の気持ちを込めて受け取ってくれ、まず T シャツです。着てください。あの大島君、これが一番大きい T シャツ、エクストラージまでしか作ってないそうです。無理だね。ダメ。あ、でも可愛いね。ダメ。可愛い可愛い。じゃあオタクの犬でも、うん、ベイビーにあげる。あ、そう、ベイビーにあげてよ。じゃあ、あのそれだけじゃなくて、リコから、これは私からなんですけど、2つあって、どっちがいい、大きいのと長いのとちっちゃいの。これ中身は明かせないの。今明かせないんだろう。これまず選んでもらわないと。あげますか。本当、うん、でも長い方が良さそうだけど、ちっちゃい方が良かったりするんだよ。これでも高そうだよね。どっちがいい。僕ちっちゃい方。じゃんけん、はい、こっち、はい、じゃあちっちゃい方。イエーイ、はい、イエーイ、じゃあ開けてみてください。でかい方が、うっそー、イエーイ、久しぶり、プレゼントもらうと久しぶりだな。何なんでしょうか。ダメダメ、イエーイ、ダメ、マジ、なになになに、イエーイ、マジか、とっておきの日に。あ、ティーバッグだ、ティーバッグ。やべえ、赤だよ。あ、これ、これなんか面白い。これ俺が履いてどうすんの、マジで。想像したらやばいでしょ。ちょっとマジで、これ私のよりちっちゃいよ、すみくん。やばいね、出るよこれ。出る、いい意味出るよ、マジで。いい意味出るよ。これ紐じゃん。おお、イエー、僕の方がもっと太い。太い、いや、あ、でもいつもの感じだな。いや、シャカはね、私の私のね、推測ではシャカは絶対ね、ブリーフ派だと思ったの。それで、あえてブリーフを買わせていただいたんですけど、違った？トランクス派だった？いや、両方。あ、なんだ、なんでもない、何もつけてないっていうのかと思った。あ、そういう時もある。そういう時もある。とっておきの日に。嬉しいね。履いてください。あの、なんかすごい。すごいよ。なんかこう、クールキースっぽいよね。うん。こうね。これ、なんか入れてるような人。これ入れて入れて。それなんかこう、放送できなくなっちゃうから。ノーギミックだよ、ほんと。許せねえ。あのシャッカーはですね、どういう話を改めていいのか分かんないじゃん、これさ、ね、シャカ話に持ってきたいです、うん、どうもなんか今月新しいシングルが出るっていう、すごい強引な、ね、去年の末からずっとレコーディングしてて、うん、それのね、とりあえずシングルカットアナログなんだけど、最初は、うん、タイトルは共に行こう、共に行こう、共に行こう、深い意味だね。そう、深いよ、ほんとやばい、やばい、ね、リミックスがね、うん、ランパイの DJ ヤスくんがやってくれるから、煙、うん、なるほど、DJ ヤスリミックス、そしてプロモリミックスとして、プロモリミックスやばいよ、うん、そういうのがあるの、プロモだけのリミックスっていうのがあるの、うん、内緒にするの。いや、これはいいんじゃん、うん、ちょっとだけ教えてよ、言っといて、プロモのリミックスはプロモしかできないんだけど、とりあえずね、フューチャリングでゴアテックスと、水拳、あとはダボ、あ、本当、うん、あとマッカチン、ダボ久しぶりなんだね。ダボね、やばいよ、すごい、こんないっぱいゲストラッパーが来て、そうそれはプロモだけと、そう、プロモだけ、うん、じゃあみんなこうテープでゲットするって感じですね。そうだね、うん、で、あのジャムズに初めてね出てくれたわけだけど、うん、シャカゾンビを知らない人に、シャカはいつからやってるんですか。うん、シャカはね、この、まあヒデボーイが、うん、と一緒にやり始めた時からシャカゾンビっていうのができて、うん、それが94年の多分秋とかなんですよ、違うっけ、95年、いや94年、いや、その前だから3ぐらいだよ、93か、うん、そうだよ、だって CD 聴いた時91回さ、 DJ バーで初めて会ってさ、うん、ああすごい昔なんですよ、いや懐かしい、あれ93年くらい、うん、あ、そうだそうだ、うん、そう、うん、そんくらい、そんくらい、なんかね、すごい覚えてんの、大島さんに初めて会った時、うん、すごい彗星のごとくね、とあるクラブに現れて DJ バーに、すごい怖かったのね、大島さんね、すごい怖かった、この体型でしょ、でさ、怖くないよ、怖えーと思ってで目つきも悪いし怖えーとか思ったらね、話したらすごいテディベアみたいなんだよね、話してね、どっちがいいんだろうそれいや、もうね、もうすごいスイートな人
そうなんですよ、うん、でも怖くなかった最初。怖かった最初ね、うん、友達の、うん、友達のレコーディングに集めたの僕が、うん、そしたらねこの人がソファーにこうやって埋もれてさ、こうやって、うん、いたの、うん、で怖そうな人が手にいると思って、うん、この人は知り合いになりたくないと思ったから気がついたりしました。あ、そうやって知り合ったんだ。そうそう。それが93年ぐらいなんだ。うん、3年、もう4年か。3から4ぐらい。シャカとしてはあの97年どういった主な活動があるんでしょうか。なんだろう、アルバムだね。アルバム、うん、アルバム。それはいつぐらいに。この予定だと多分夏前には、夏前には、うんうん、6月とかそれぐらいには出すつもりで。もうちょっと待ってますよね、うん、このジャムズでさ、オオカミはかけてたのね、ずっと前から。だからそれでシャカを見てる人多いと思うんだけど、うんうん、もう、うん、もうそろそろ新しいビデオみんな見たいよね。うん、共に行こうも作るから。あ、本当？うん、ガッチリ作るんで。共に行こうのビデオもできるっていうことなんで、yeah. でね、でシャカの方々は結構特に大隅君なんだけど、あの隠れ R&B 好きだよね。なあ、うん、ね、それはもうすごい R&B 好きなんだよね、うん、そういう人なんですよ。で、なんか今日ヒデボーも好きだよね。かなり。でもね、僕も好きなんだけど、大隅はすごい詳しいの、うん、だってこの人さ、うん、なんだっけ、シスコに自分の趣味で勝手にコーナー作ったぐらいの人だから。嘘、どういうコーナー作ったの？テープの、いや、R&B の、あれと、あの、なんていうの、書いてあるんじゃない、うんうん、あれとか書いてんの自分で。おすすめの、おすすめ、おすすめ、おすすめって書いてあるんだよ。シスコに行くと、うん、シスコに行くとおすすめ君のおすすめの R&B っていうのが見れるそうですよ、うん、最近のおすすめは何ですか。最近はね、最近今出てないでしょ、うん、ブラックストリートから、あ、アルバムからは。ブラックストリートやばいね、うん、さっきも聞いてもらいましたけど、2枚目もいいよね、うん、本当に。いい、このビリー・ジーンもいいよね。もうやばい、もうね、あれもやばいよね。やばいやばい。ちょっと今日はあのバレンタイン特集なんで、うん、全国のラバーズに、うん、ちょっとスイートなジョデシあたりを、うん、かましとこうよ。何だったっけ。段取り違う、違う、違う。そう、ジョデシ。最近、まあ、ジョデシって言えばさ、スティービーワンダーのカバー。そう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 、そうそう、スティービーワンダーのカバーで。おすげえ、ど忘れ。え、あの、奥田さん、じゃあ私から大丈夫先ほど言いましたけども、ジョデシ、ジョデシの、あの、レイトリーをですね。レイトリーだよ、レイトリーだよ、適当だな、うん、全国のラバーズに捧げたいかと思います。ウィビーバー、やめろ。イエーイエー。